今回は、駅から近くにある、アドリブさんにお邪魔することにしました。今回は、大学の頃の友人と久々の食事。よく、いわき FC の試合を見に行くとのことなので、サポーターと名付けときます。駅から近いので、試合に来られる方にも、ぴったりなお店さん。外装のレトロ感にもほっこり。ワクワクしながらの入店。店内は昔の喫茶店という言葉がぴったり合います。お店の方の接客も優しく、居心地が良かったです。また、著名人のサインが飾られています。お、本邪魔かの石ちゃんのサインもある。席はテーブル席のみとなっています。ソファーの席、ありがたき幸せ。気になるメニューは、ナポリタン大盛りセット到着です。職場の人から言われたからには食べなくては。まず、大好きな粉チーズを。ナポリタン大盛りいただきます。麺から、ケチャップ、ガーリックの美味しさが伝わってきます。湯気がすごく、出来たての美味しさが。再び、粉チーズをかけ。さすが大盛り、素晴らしいようです。トマトケチャップと粉チーズが、ナポリタンを盛り上げてくれています。粉チーズラッシュ。昔懐かしいナポリタン好きには、ぴったりな一品です。食べるたびに、麺のもちっと感がたまらんです。お店さんの雰囲気からも、ゆったりと食事が楽しめます。具材も大きく、素晴らしい存在感。ソーセージのジューシーな味わいが、口の中に広がります。サラダいただきます。新鮮なサラダに、ドレッシングが合います。サラダごちそうさまでした。ここから、一気にいただきます。玉ねぎの甘みに、ケチャップが合います。ピーマンの苦みもぐっと。ナポリタン大盛りごちそうさまでした。セットのアイスコーヒーいただきます。まず、ガムシロップを。続いて、ミルクを。美味しくなーれ、美味しくなーれと呪文を。コーヒー豆のレベルの高さが感じられるアイスコーヒー。食後のコーヒー最高。アイスコーヒーごちそうさまでした。セットメニューのデザートが到着しました。嬉しいことにアイスクリームです。ナポリタンの後にぴったりなデザート。バニラの甘みにチョコソース。ナイスコンビネーション。シガレットをバニラにつけながら、パクパク。デザートごちそうさまでした。日本そば到着です。気になり注文しました。日本そばいただきます。そばの風味が口の中に広がります。うまうまカーニバル。寒い時期にぴったりな熱々そば。大盛りがない理由に納得。素晴らしいボリューム。この量で490円とは安すぎる。一緒に食べているサポーターもそばに興味津々。駅からも近いし、いわき FC の試合前後に食べるのもいいなぁと。次から次へと食べたくなります。そばのレベルの高さにあっぱれ。そばもだいぶなくなってきました。ここから、レンゲでいただきます。かつおだしの風味が感じられる、美味しいつゆ。ネギと天かすが、めちゃくちゃつゆに合います。ガブガブ飲みたくなります。ここから一気にいただきます。きれいにごちそうさましなくては。日本そばごちそうさまでした。サポーターの注文は、ミートソースセットです。ひき肉がたっぷりと入っていて、その旨味とソースの組み合わせがブラボーと。今回は、前々から通るたびに気になっていた、アドリブさんにお邪魔できてよかったです。ナポリタンは、職場の人から教えてもらっていたんですけど、まさか、そばがあるとはびっくりしました。どちらも美味しく大満足の食事ができました。また、ゆっくりとお食事をしたい時におすすめのお店さんです。では、今回はこの辺りで失礼します。最後までのご視聴、ありがとうございました。評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。